お前が探してるあの謎のコアのかけらは確かにここにあるのか？なら、そいつに感謝しないとな。お前はいつも多忙で、なかなか顔を拝めないから。ハンターのジョーちゃんが俺に会うのも、大抵の場合任務のためじゃないか？それは残念だったな。ここには、コア武器が大量にあるから、お前が秋を満喫するのを遅らせてしまうかもしれない。もう見つけたのか。さすがハンター協会の任務システム。人選が的確だな。俺のコレクションの一つだ。もともとは草原にあったものらしい。これは俺のお気に入りだ。貸してやってもいいが。電波もないようだ。ここかどこか、心当たりはあるか？じゃあ、お前は何か知ってるか？この腕に彫られてる模様、そのナイフのやつと似てるな。同じ部族のものかもしれない。草原の商人にあなたたちの言葉を教わったことがあるけど、まさか本当に役に立つ日が来るなんて。遠路はるばる来たのはターラの草原祭りに参加するためなの？今回のお祭りの闘技大会はきっと面白くなるから期待してて。そう、王様の命令で集められた各部族の勇士が参加する大会よ。優勝者には王様から直々に神の石を授けてもらえるの。噂によると暁っていう名前の赤い宝石らしいわ。それを使うと幻の世界に入ることができるんだって。それはいいけど、出場するのは草原でトップを争うくらい強い勇士たちよ。本当に大丈夫？問題ない。参加することに意義がある。わかったわ。じゃあおじいちゃんに伝えてくるね。そうだ、どうせ目的地は同じなんだし、あなたたちも一緒に行きましょう。その方がお互いに心強いし。その神の石とやらがコアのかけらだとなぜ確信できる？
大会のことは後でいい。今はそれより重要なことがある。景色を見ることだ。新さんの馬の乗り方がすごく上手で、よそから来た人には見えないって。新さんも闘技大会に参加するって言ったら、みんな応援に行くって言ってたわ。新さんが出場したら、試合の後にたくさん巾着をもらえるかもね。この土地の風習なの。女の子は好きな人ができたら、自分が作った巾着をお祭りで渡すんだ。私の好きな人は、スード族の勇士で、ゼルトっていうの。これは私が彼にあげる巾着よ。タルナ嬢ちゃん、ここの言葉で、好きな人はなんて言うんだ？覚えたか？俺は覚えたぜ。お前が覚えるまで何度でも言ってやろうか。ここでは男女関係なく、好きな人ができたらみんな直接相手に伝えるの。じゃないと好きな人が他の人に取られちゃうかもしれないでしょ。この草原では何でも早い者勝ちだからね。その通りだな。言わないと相手に伝わるはずがない。真心を持って接するには、いちいち回りくどい言い回しをする必要はないと思ってたが。そうだな。ここは空気がうまいし、人も率直でいい。それに、ここの衣装はお前によく似合う。綺麗だぜ。その顔はなんだ？真心を持って接するなら、思ったことを素直に言うべきなんじゃないのか？じゃあ私は帰るね。明日は日が昇ったらすぐ出発するから、早めに休んで。お客さんが来ることはめったにないから、余ってるゲルがこれしかなくて。ごめんね、狭いと思うけど、これで我慢して。これまで俺たちがしてきた経験に比べれば、同じ部屋で寝るくらい大したことないと思うが。勝敗を気にしてたのか。俺は傷の治りが早い。お前も知ってるだろ。真心は確かに大事だな。布団を奪うのがどっちになるかはまだわからないだろ。さすがだな。誰かさんが寝返りを打つたびに、布団が少しずつ巻き取られていく。
そうか。なら、布団のせいってことだな。小さすぎて、俺の体の半分しか覆えない。ほら、嘘じゃないだろ。ちょうど半分だ。まだ動くのか？おとなしく寝ないのはどっちなんだか。このままでいい。俺は寒くない。限られた空間の合理的活用だ。まだ寝てないのか？不安なのか？日中は平気そうに見えたが。コアのかけらじゃなければ、また探せばいいだけのことだ。じゃあ、他にはどんな時があるんだ？もしかしたら、俺が冷静なのは、今回は俺にとって危険な状況じゃないからかもしれないぜ。どうやらお前は言葉よりも行動の方が素直なようだ。もしかしたら俺たちは互いを見習うべきなのかもしれない。こういう全く知らない場所にいる時の方がかえって余計なことを考えずに行動できると思わないか？そう考えると大会が始まるまでの時間をもっと大切にしないとな。興味があるの？やってみる？結構簡単だよ。暇つぶしだと思えばいいよ。どうせ他にやることもないんでしょ？こんなにたくさん色があるのに、どうして黒い糸しか使わないの？あなたたちよその人の趣味って変わってるのね。みんなが馬で競争してるわ。シンさんも参加してるみたい。今日シンさんが弓でトゥムールに勝ったんだって。トゥムールは去年のお祭りで優勝した勇士なの。トゥムールは悔しがってもう一回馬で勝負しろって挑んだみたい。そしたらシンさんが他にやりたい奴がいるならまとめてかかってこいって言ったんだって。おー、草原の勇士たちのレベルはこれで大体分かった。彼を知り己を知れば百戦危うからずだ。これで俺が勝てないことを心配する必要はなくなっただろ。
人でさえあれば打ち負かす方法はある。どいつだ。それは予想外の相手だな。だが、こっちは朝からずっと勝負してたんだ。まだやらせたいなら、相応の褒美をもらう。お前が負けたら、タルナ嬢ちゃんが教えてくれたあの言葉を、大声で一回言ってくれ。俺が負けたら三回言う。どうだ？まるで、俺の負けが確定してるような言い草だな。どう？そこまで必死になるとは、そんなに酒が飲みたいのか？それとも、罰ゲームが怖いか？だが、全力を尽くすお前の姿は何度見ても飽きない。俺に見られたらまずいものか？ここを去る前に見せてもらえる機会があるといいが。どうしても貸したかったようだな。髪がめちゃくちゃだぞ。手伝ってやる。あの部族の娘たちの髪の編み方は特徴的で興味深い。お前にもやってやろうか。誰がそう言った？俺が見たのは人じゃなくて髪型だ。痛かったか？ここの人々がいつも髪飾りをつけてるのは、髪が大事なものだと思ってるからだと聞いた。髪を束ねてない姿は、最も信頼できる親しい人にしか見せないそうだ。俺はお前の髪が好きだ。俺はどこにでも適応できるし、どこでも自分に適応させることができる。俺にその気があればな。だが今は前提がもう一つ増えた。お前がいない場所には適応する気はない。ほら、いい出来だろ。娘たちの髪型をちらっと見ただけだから、詳しい編み方はわからない。ここでしっかり覚えて、凛空に戻ったらまた編んでやろうか。他人が信じるかどうかはさておき、俺に他の女の髪を編ませるつもりなのか？行くぞ。馬も水を飲み終えたし、そろそろ戻らないとな。
何を考えてる？二言はない。シャバニカ、シャバニカ、シャバニカ。どうやら欲張りなのは俺だけじゃないようだな。飲みすぎると酔うぞ。部族で最も位の高い長老のものだ。俺が興味を持ったのを見て貸してくれた。一日中勝負してもまだお前の不安を拭えないのか。もし俺が本当に負けたらどうするつもりだ。俺を一人ここに置き去りにするのか、それとも一緒に羊飼いとして生きるか。お前がそばにいればな。じゃ、俺は負けない。草原中の強い勇士がみんな集まってるわ。今日の大会は激しい戦いになりそう。私たちケール族は鳥の神を信仰してるの。シンさんのためにお祈りを捧げる？一生ここに取り残されるのはごめんだからな。これは何だ？こっそり用意した褒美か？何が刺繍してあるんだ？そういや、あの長老も言ってたな。ここの娘は好きな人に巾着を送ると。好きな奴ができたのか？なら返してやれば。この草原では何でも早い者がしたろ。優勝した勇士に巾着が贈られたら受け取るべきか？
じゃ一緒に行くか。大事なのは真心なんだろ。行動は言葉に勝る。俺にはもう好きな人がいるとちゃんと見せないとな。相手が奪いに来てくれないなら俺から奪いに行くしかない。草原で最も尊ばれるものは力です。あなたがどこから来たとしても、我々の同胞でなくても、あなたは草原の勇士に違いありません。どうかこの神の石の名の通り、長い夜が明け、あなたに暁が訪れますように。帰ったら一番何がしたい？なぜできないと思うんだ？恋じゃない限り、人は学んだことをそうすぐには忘れない。またな。そんなに急いで帰りたいのか？本当に俺があそこで一生羊飼いをやるとでも思ったか？言っただろう。お前がいない場所に適応するつもりはない。また会えたな。コアのかけらも無事だ。これを持って報告に行け。どうした？会いたいから会う。そうだろ。お前の一番大事なものは確かに受け取った。草原で互いに見習おうと話しただろ。今度は俺の番だ。臨空公園の紅葉と商店街の焼き栗だったな。今から一緒に行くか？
日を改めるか。お供しよう。